ックのニューラジオ。はい、どうもニューヨークの屋敷です。ニューヨーク嶋佐です。この動画はニューヨークの公式 YouTube チャンネルで毎週日曜22時からいつもは生放送でお送りしているラジオ番組でございます。はい、ということで今日はですね、テレビ収録が入ったので、はい、いつもは生放送のところラジオ収録となっております。そうです。ただ日は同じ日です。4月4日はいの、夕方ですね。今3時半ぐらいですか。そうです。に収録してますんで、はい、不安にならないでください。ほとんど同じリアルタイムみたいな。そこは動揺してると思う。全然大丈夫。そういうことそういうこと全然大丈夫だから。ずっとやってるだけずっとね。バビロンと一緒。勝手にやって勝手にやってるだけなんだから。バビロンおもろかったな。そうにやってるけど。まあいろいろありましたね。4月になりまして1万人突破。バビロン、あ、バビロンね。バビロン、バビロンが俺らの、ね、YouTube にもよく出てくれたバビロンが、はい、いよいよ結果が出まして、はい、なんと1万5000人ぐらいね。えすごい登録者数増え、めっちゃおもろかったな、あのライブの最初の映像。なんかこれまでのバビロンの奇跡を振り返るみたいな映像。あれ、あの何数分の映像が一番おもろかったよね。その今までのバビロンが出してきたどの動画よりも。確かに。なんか不眠不休やったり、なんかファスティングやったりで、最終的にノリがバーンって千葉蹴って、次の画面で真っ黒のスーツ着て謝罪して、1万人から解散しますとか言って、何してんの自分らだけの勝手に。ずっとね。すっごい藤井健太郎さんみたいな人がね、むちゃぶりさせてるみたいな顔してやってるけどさ、うんうんうん、ずっとバビロンがやってるだけやねん。勝手にね、100キロマラソンとか言ってさ、蓋開けたら33キロずつリレー方式で、で本番当日にゴールするんかなと思ったら前日にゴールしてさ、何してんのずっと。なんで結果見ましょうとか、1万5000人とか、なんやその数字。よかったーとか、なんやこれ。おもろいな、バビロン。面白いわ。でも千葉は千葉でも追い込まれすぎて、もう YouTube やめたいです。発表前に僕はやめます、もし1万人いってってもとか言い出して。ノリと太田マジちょっとはみたいな。面白い。ドタバタしてんねん、ずっとバビロン。ほんとね、勝手に。もっと広がったらいいのね、それがね。そうやな、でも間違いなくやっぱおもろいし、あんだけ芸人愛されてるやつはなかなかおらんから。いや、ひとまず良かったじゃないですか。でもやっぱり解散ってなったら、やっぱ千葉がほんと様子おかしくなってたから、千葉もほんとに実家に帰ろうとしてたよね。ほんと帰ってたやろな、マジで。その世界線も見たかったな、正直ね。9824とか出て、マジ落ち込みやろ多分さ。マジ落ち込みで大爆笑や俺らは。大爆笑。でどういうなライブの締め方して、その後どうなってたんかめっちゃ気になるけどね。うん、いやでもだからノリはもうアムアムワールドに入ってたでしょ。違う、太田がアムアムワールドで、ノリはノリだけ入らんかったよ。そうだ、うん、千葉はアムアムワールドに勧誘されてるって言って、うん、ノリだけなんか筋肉 YouTuber 一人でやるって言ったな。何やねん。そっちも思ってそう。でもなんか愛されてるな、やっぱバビロン。あ、めっちゃ、うん、無限大オールスターズみたいなメンツが集まってたからね。いっぱいね、ライブ来てたよね。うん、まあお疲れ様です、バビロン。いや、ひとまずね、どうなっていくのか、これ継続ですから、バビロン。はい、うん、で、ラフレクランがコットンに改名して、ラフレクランも改名しましたね。いいな、なんか、うん、なんかラフレクランブレイクすると思うぞ。いや、そろそろなんかいい感じな、うん、雰囲気があるよね。そのしくじり先生でね、改名っていうことで、うん、それも絶対おもろいやん、うん、おもろそう、うん、どうやら多分話聞く、まあどうやらおもろそう、うん、やっぱその西村のヤバさが多分伝わってる気がします。なんかさ、でもラフレクラン覚えてる、初めラフレクラン出てきた時の感じ、もう、うん、キングコングさん知らんけど俺ら。どれぐらいすごかったか、うん、みたいな感じやったよな。まあ俺らの
その時代で言うね、うん、うん、めっちゃ覚えてる。なんかそれこそ超人気者みたいな、アンダーで稽古してたら、あのその当時9次元の川野さん、川野傘いらないさん、うん、で今辞めた、うん、川野さんがなんかラフレクランってやつらがとんでもない勢いらしいぞみたいなこと、川野さんがラフレクランってやつらはさみたいな感じでさ言うてて、うん、でこの間ライブに一緒になったんだけどさ、もう信じられないぐらいウケてんだよみたいな。あ、もう破竹の勢い、要は1ピラミッドのどっから始めたか知らんけど、ラフレグラなんかもうドン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 って上がってきてな、うん、でもう2人ともシュッとしてて、で、うん、どうやらそのツッコミのでかい方は元アナウンサーで、うんうんうん、もうべしゃりもめちゃくちゃうまくてツッコミもめっちゃうまいで、あの可愛い方のボケ、うん、キョンとか言うらしいんやけど自分でもキョンって言ってるらしいねんけど、そいつは西村とな、あなんとかみたいな感じじゃなくてキョンって言うてるらしいぞ、うんうん、めっちゃ人気あって、もう客票とかもすごくて、うん、でネタももうめちゃくちゃクオリティ高いらしいぞみたいな感じやったんよ。でそっからあいつらはサボることなくずっと頑張ってさ、うん、ネタとかもめっちゃ作るやん、ラフレクなんて。ネタちゃんと賞レースとかにめっちゃ熱いやん、あ実はもうで全然なんかそのね、ずっと小金持ちやん、なぜかラフレクだからずっとその会あってずっと小金持ちよ。もう劇場ではもう一気に上の方まで行ってね、ほんと俺らみたいな感じやん。俺らはあいつらより小金はなかったけど、なんか知らんけど、うん、あいつらも小金だ、あいつら俺らよりいろいろやってるしね、ちゃんと、うん、売れるため、ね、吉本坂2人とも入ってるから、ね、とかなんか SNS とかもやっぱめちゃめちゃサボらへん。キョンはなんか冴えない女子高生って結構いや、あいつはめっちゃすごいよ、インスタとか、あと絵とかも描いてるじゃん、何気に、うん、描いてるポスター。だから俺らがやってることもあいつら 3,4 年早くやってんだよ、俺の版画とかさ、うん、あのインスタモノマネじゃないけどそういう SNS、 うーん、で YouTube も多分俺ら早かったろ、そんなことないか、すごいな。ピアノの弾いてる動画とかも上げてるし、何西村上げてるよほんで先輩付き合いもすごいやん、西村もうすごいやん、ノンスターの井上さんやんみたいな、そうそうそう、いろんなとこ顔出して、うん、でもやっぱブレイクしきれずみたいな。あいつら一回あれも言ってるからね、あの部族も言ってるからね、フジテレビの。そうだ、あそこで 100% 売れるって言われてたんですよ、うん、ラフレクランが部族の、うん、要はノブコブさんルート、うん、あのノブコブさんがバーン売れたじゃないですか、あの部族で、うん、部族ロケで、でもう、うん、ラフレクランが部族ロケに選ばれたんですよ、ざわついて、でめちゃくちゃおもろいっぽいぞってなったら、狩野英孝さんがなんか変な悪いことして あれが飛んだんです、その番組ごと飛んだんですよ。狩野英孝さんのせいじゃん、マジでそうマジでそう、あいつらは優しいから言わへんけど、狩野英孝さんのせいで売れるの逃したんだよ、ラフレクランかわいそうに。でもスタッフさんも愛あるから、なんかタイムラグ1年か2年越しに流れたんやろな、うん、あ、流れたのか、流れた、あけどそれもなんか忘れたけど、なんかちょっとかわいそうやったんやろな、なんかに食われたというか違ったかな、なん、そうなんだ、うん、見てねえわ俺、俺は軽く見た気するけどとかいろいろあって、結局今コットになったからねやっぱいかに芸人って難しいか、難しい、だってそうみんなそうじゃん、うん、俺らもそうだし、いや俺らもそうやよ、本当に難しいよね、タイミング、まあ、俺らはそのラフレクランでキラキラしたあれはなかったけど、キラキラしたなかった、でもなんか売れる売れるって言われる雰囲気みたいなのが、うん、あったけどさ、なんかで優勝してるじゃん NHK とかでも、あいつ、いやそう、あいつらだってめちゃくちゃ撮ってる、 NHK の撮ってるし、なんか日曜チャップリンの年間チャンピオンみたいなのになってるやろもうとんでもない実力者やねん、あ西村君だって2人よりも朝の番組先にレギュラーやってるからね、あ特ダネとかね、特ダネで、であいつはな地方で NHK のなんか NHK のなんかマスコットキャラクターみたいなのやってますやってる、なんかお兄さんみたいな、むちゃくちゃなんだけど、あいつむちゃくちゃ、ようやく多分爆発するんじゃないか、コットンで、コットンででも本当に唯一のだから、まあ、西村のヤバさ、キョンのヤバさ、まあ、ヤバさは武器だから、うん、だから唯一だからコンビ名は俺もだから一番ダサかったじゃん世界で、ね、面白くもないし、うん、ラフレクラン、ラフレクランはダサいし一番最悪なコンビ名だったじゃん、満腹ユナイテッドの次よね、だ次だねいや俺満腹ユナイテッドよりちょっと上かもしれない、満腹ユナイテッドがダントツなんだけど、それよりも上だね俺の中で
それはもう、あの普通に本人にももちろん言ってたんだけど、うん、もう、あ、確かに満腹になってるよりきついな、きついじゃんラフレクランってマジでクソダサいじゃん。その何度でも同じラフシリーズのラフコントロールさんより全然ダメやね、うん。いやラフコントロールさんはやっぱ隙があるというか、そうそうそう、ダサって言えるというか、うん、なんやねん笑いをコントロールってこういじれますけど、そうそう、ラフ レクラン、いやレクランって何ってなった時、宝石だっけ、フランス語だかで宝石箱も、ダサーやっばーやっばーみたいな、でも本人に言わんみたいな、うん、何年かは言えなかったもん誰も、うん、誰も何年か言えなかったじゃん、ラフレクランも勢いあったし、コンビ名なんて本当に何でも何でもいいんだよね。でもラフレクランってつけるようなやつはやっぱ信用できひん。だから最初は信用できなかったし、これ分かりますかねこの感覚。いやこれは分かってほしい。レインボーとかはええねん、いいの、サンシャインもね、サンシャインもめちゃくちゃダサいよ、めちゃくちゃダサいよ、めちゃくちゃダサいよ、全然ダメよサンシャインも本当は。いや全然ダメですよ。レインボーのサンシャインヤバすぎなんですけど、まあニューヨークは言ってるんですけど、もっと言ったら。でもそれ分かるかな、分かってほしい、ラフレクランは本当に最悪だったんです、一回距離置こうって思うのよ、うん、だからそれのせいでもあったかもね、もちろん勢いあってキラキラしててやっぱ人気者って最初さそれこそ周りが嫉妬するというか、うん、もあったとかもしんないですけど、やっぱラフレクランって言って、やっぱ大丈夫か大丈夫か危ねえんじゃねえか、え笑いの宝石箱でつけてるやつら、うん、でなんかキャッキャ言われてる感じ、そう考えたらコンビ名も大事なんかもな、だから仕上がったかも、うん、いよいよそうやな、うん、コットンはいいじゃん、コットンはいいね、うん、なんかいいね、コットンはもうなんかね、なんかすっごいいいじゃん、でもやっぱ聞いたことですおもろいし、名前を考えるっていう経験がさ子供ぐらいしかないよね普通に生きてたら、うん、うんうん、会社名とか自分で会社作るとしたら、そうだね、あとはがき職人みたいな、あ、まあはがき職人とかもうーんそうやけど、はがき職人ってなんかダジャレばっかりだよな俺気づいたんだけど、まあ、多いね、あ、でもそんなことないよね、普通になんかわけわからん系もあるよ、まあダジャレ多い、影みたいな、一番多いね、ダジャレが、うん、なんか多いよね、うん、なんかねダジャレばっかりじゃんって思っちゃう確かにね、なんかコンビ名とかはやっぱ難しいよな、何でもいいもんってやっぱ難しいよな、何でもいい、何でもいいからね、ほんと難しい、確かに難しいわ、だからなんとか俺らもニューヨークなんとかとかなんとかニューヨークとかにしようとしましたもんね、やっぱ最初はね、造語みたいな、うん、ブランキージェットシティみたいなのしたかったんですか、そっちがそうそうニューヨークなんとかなんとかみたいな、ニューヨークマシンガンなんとかみたいな考えた記憶ありました、ね、危ねえ危ねえニューヨークジェットロケッツとかだったら危ないでしょだいぶ本当だな、何にもいいことないね、そんなもん当時は分からない、でもやっぱポイズンガールバンドってめっちゃかっこいい、かっこいいだよね、でも最高じゃないコンビ名でも最高最高峰やと思う、ポイズンガールバンド、あとあの当時ね、あの当時多分当時なかったんやろな、英語でね全部難しいんですよ、確かに、あのそうだね、あのアメトーーク辻君が言っとったコンビ名どうやねんゲームみたいな、それこそ囲碁将棋さんとかもかっこいいし、うん、難しいんだよな、確かにね、ただラフレクランだけはやっぱない話だったからそれ何なんやろな、わかりますかねこれ、芸人はみんな分かってくれると思うんですよ伝わんのかな、ラフレクランがなんでこんなないのか、本人を、まあ、分かってくれてる、まあ、西村認めたくないと思う絶対に、多分西村が決めたと思うし、どうせキョンとかずっと嫌だったんじゃないのかな、いや、で解明しとかね、分かんないけど、あ、でもやっぱり名前ってその分からんやん、うん、本当になんかもう脇がとかと一緒でさ、うん、もう本人は分からんなんで、ね、ラフレクランがどんだけ臭いかずっと自分やからもう無限大中臭かったよ、ラフレクランなんてラフレクランラフレクランなんてもうめちゃくちゃ臭いから臭かったね、ランパンプスね、いやランパンプスが現役やから現役脇がやから、そうなの
ランパンプスもちょっと臭いよね、やっぱり。ランパンプスはでもやっぱ、まあでもラフレクラもそう、合ってるっちゃ合ってるからな。合ってるんだよね、でも当時雰囲気に合ってたからな。やっぱそのいい名前だったよね、ある意味。円熟目を増してきたら逆に面白いから。そうだね、ランパンプスのお前酔っちゃえんからな。そうだね。ラフレクランのキョン一緒やないか。だから当時ようラフレクランとランパンプスごっちゃになるわとか言われてたよ、ね、言われてた一気しか変わんないもんね。なんか懐かしいな。懐かしい、本当になんか懐かしいんやな。なんか携帯吉本俺まだ入ってるからさ、多分俺だけなんやけど世界でね。でなんか吉本写真館みたいなってさ、そのプロマイドみたいな、要は2014年13年ぐらいのあたりの当時のに劇場の人気者みたいなの写真をさ、要は撮られてたやん。なんか謎の誰、うん、川村さんだっけ、分からんけど、川村さんとかね、なんかあの女性の方とかね、よく撮ってくる。そうそう、したらなんかこう当時ジューシーズ児玉さんと、お茶団の椎橋ジャスタベさんみたいな、なんかもう当時の女の子よだれてるみたいなツーショットみたいな、したらやっぱランパンプスのよっちゃんとかもうめっちゃもうど真ん中の可愛い顔でこう撮ったりしてて、そっからもうだいぶ時間流れたな、流れた、ね、でもついこの間な感じもするよな。する、それはするんですよな。なんか全部3年ぐらいじゃない、3年ぐらいの感覚じゃない、その全ての思い出3年前ぐらいの感じ。確かに、あのお茶団さんとかと一緒に神保町やっとったもん、まあ、4、5年ぐらい前、4、5年くらいの感じする。あれ何年前なの、あれ7年、8年ぐらい前じゃない、やば、多分。そっか、多分ね。だからその辺の芸歴3年目から7年目ぐらいまでの間のこの 4年ぐらい、全部同じぐらい前の感じない。確かにな。そんでも早いんだ、そっからだからもう10年目っていうのもなあ、あったのかな。まあどういう経緯か分かんないけど、あったんじゃない。そうね。そう考えたらやっぱホテイソンとか四千頭身とかと自分のなんつうの時間の座標みたいなの合わせて考えるとさ、めっちゃ変な感じするよね。ホテイソンとかさ、なんかずっと苦労してやっと M1 決勝行けたみたいな顔してるけどさ、芸歴もうめちゃめちゃまだ5、6年とかじゃないの、ホテイソンなんて。そっか、だから2、3年もう1、2年目ぐらいから多分あの純潔のあの修羅の道に足入れとったんやろな。すげえな、優秀だな。ホテイソンなんて割ともう今同期じゃないけどさ、同じ土俵で戦ってる感じやろ、いろんな現場行ってもホテイソンおるわみたいな。全然俺らより若いもんな。全然若いよ、全然若い。結成6年目っすね。6年目やろ、だから NSC20期。ごめんさ、サンジェルマンとかと一緒なんじゃない、もう下手したら。全然分からへんけど、片やお前鳥だ花やってさ、挨拶してくれないんですよとか言うててさ、全然サンジェルマン負けてるぞお前、東京テイソンとかに。あとも聞けよお前、あともショーゴに全然負けてるわ。あれもなかなかちょっと神保町界隈でなんかね、なんか騒がしてるっぽいぞあの動画、なんか言ってたね。本当かそれ。いや本当やろ、なんか申し訳ないことしたわ。京極くんがノートになんかいろいろ書いてたよ。ああ、京極くんもそう、俺も見たノート、京極くん今毎日ノートあげてんねん、なんかあ相方の変なやつがあれ入院してるから。変なやつ。でかいやつが。いいよだな。入院のあいつがいよいよ満を崩しちゃったのか、ちょっと。いや、なんかもともとな、耳聞こえへんとか言ってたやん。ああ、言ってた、言ってた。なんかもうむちゃくちゃやったらしいよ。京極くんのノートちょっと読んだら。あ、そうなんだ。なんか匂いとか、もう音とか何も分かってない状態で。それはなんかもうむちゃくちゃやったんで。そうそう。で、今京極くん毎日ノートあげてて、そこにもなんか挨拶問題についてみたいな。挨拶問題マジで。申し訳ねえよ、申し訳ねえな、それは。そう、なんか若干ピリついてるらしい、神保町。課長風月も廃止になったからね。システムがね、まあ無限大も変わったし、それに合わせて変えたんだろうね。そうね、無限大も、ラスト笑って無限大にも出たしね、俺ら。4月から笑無限になってますんで、はい、よろしくお願いします。そうですね。あとは何や、いろいろだから4月から
始まったしね、さくらまなさんとラジオ昨日始まりました、放送されて文化放送さんでね、ぶんどっちゃいましたね。やっぱ残酷だなって思いますよね。その自分があまり何自分たちがそのこういうことをしたりされたりっていうのがあんまりないけどさ、お前の大好きななどういう気分、お前がめちゃくちゃ世話になってるバイクさんのレギュラー番組をぶんどって恩を思いっきりあだで返してる気分はどう？ギクシャクしてるよね。だからバイクさんとそんなことあんだなってくらい恩をあだで返してるね。でもまあバイクさんはまだあれ残ってるけどさ、本当は安村さんからね完全に消滅したのはでも安村さんはその別に枠が違ったでしょ。また全然、いやだから安村さんとバイクさんとさくらまなさんの30分30分やったんが、さくらまなさんと俺らにの60分になってる。そうか、うん、そっかそっか、そうよ。あでバイクさんのコーナーだけなんか残ってるみたいな。まあそうやな、バイクさんとか安村、まあそこまでそのあれはまあそんな気にしないよな。いやいやでもまあ寂しいやろ、寂しい、終わるものは何でもな。あまあそうよね。ね、いろいろ新番組、まあでも楽しみですよ。まだされてないやつもあるもんな。うん、何個かぜひね、ちょっとマジックミラーナイトも聞いてくださいね。面白かった。その次の週なんて女優さん2人来てくれて、うん、本当にさ面白かったよな。あの僕らの時間みたいな、俺らただただ、まあ、聞いてるだけみたいな。セクシー女優さん同士の面白かったわ。めっちゃしんどいんですって、うん、そのもう、ね、朝から晩まで撮るから本当体中もう全身筋肉痛みたいな次の日。そんなんもう知らなかったよね。知らなかった。セクシー女優さんって次の日筋肉痛になってんだから。前日とかもう酒飲むなんてありえへんから、もうだから普通にもう K-1 ファイターの話聞いてるみたいだったんだよね。ほんとそう、アスリート。あのトップ女優さんやの、なんか企画団体とか、うん、もっとあの、ね、売れてない女優さんはまた稼働の仕方全然違うでしょ。多分もっと細かく働いてるでしょうね、うん、まあ、それはそれ大変そうだけど、それはそれで大変やろうけどな。ぜひね、ラジオ始まりましたんで。始まりました。高岡社長にはね、副社長にはね、世話になってるんでね。ああ、ほんと嬉しいですよ、僕は。そうやな。うん、あとはまあいろいろ始まったな。ラビット、ラビットも行かしてもらいました初回ね。ラビット楽しかったですよ、ね、うん、なんかでもそうやな、あっという間やな、いざ自分がやる、うんうん、でも信じられないくらい俺たちがずっと映ってたな。大丈夫って思った。え、そのいや俺たちのその料理、あ料理のルーク3分の1くらい俺たちだったじゃん大丈夫いいんすかみたいな、なんか。いやでも俺ら別にメインで、そうそうそう、じゃないからな、うん、メインでなようで、うん、もうただその「ラヴィット!」さ、もう1回ロケ行ってさ、うん、8品食ったやんか、うん、で4-4で、うん、マジで全部ヤバくなかった、うまさすごかった結構さ、いろんなさ ご飯食べたりするやんか、うん、うまいですよっていう体で、うん、の中でも一番うまくなかった、そのびっくりと、うん、こんなうまいのみたいなそれが伝われればねまあ目の前で作っとるから余計か確かに、うん、あいやありがたいですよ本当に、うん、ちょっとね、なんかいい感じに、そうね、ね、末永くやりたいな。そうね、あ楽しかった。朝のテンション上がって、やっぱ朝のちょっと朝の生放送 TBS でなんか俺らが普通になんかそのそうね、5席のうちの2が俺らなんですよしかもやりやすいよね、あの石田さんいて、石田さんって川島さんも、うん、もちろんやっぱ偉いもんで、多分最初の週やからか、その大人がたくさんおったよな。大人もめっちゃいて、なんちゃら局長ですとか、そう、それでなんかちょっと実感するんですよ。あらら、マジでこれ最初になんかすごいじゃん、顔合わせみたいな、なドラマじゃないけど、その、うん、MC の川島さんですみたいな、うん、そしてニューヨークさんですみたいな、うん、なんかを座って四角でやってるのを、その大外スーツ着た人がびっしり囲んでるみたいな俺らのマネージャーもスーツ着てたしな、うんうん、着てたよスーツ着て、なんかあの新番組はああいうノリがあるんだな、スーツ着て行って、あの差し入れ、うん、ちょっとした差し入れを入れるみたいな、いろんな、そんなの知らんかったよ俺ら、新番組のあの感じ、うん、なんかもう一個の新番組はなんか
ニューヨークって書いたスパムおにぎりを吉本が差し入れみたいな、うんね、だからあれもう差し入れ大喜利の最後の方なんやろうな、なんか、ね、名前入りスパムっていう多分散々なんかお菓子とかちょっとした食べ物とか、うん、そういうことするのが当たり前っていうのも知らんかったしね。確かにそれはなんか知らなかったね。ちょっとなんかおおってなるよね。でもさ、まあ、6時半とかに入ってたやんか、うん、ほいで川島さんあれ月から金までやんねやろ。すごい、もうすごい、マジですごいし、極楽の加藤さんどんだけ頑張ってたんこの数年間やばすぎで、まあ、正直加藤さんの番組はまたテイスト全然違うから結構情報量も多いやんか、うんうんうん、スッキリの方が、うん、なんか多分頭に入れなあかんこととか、とかコメントせなあかんとか、まあ、コメントしなきゃいけないこととかあるよな。俺を毎日やった後にさ、当時めちゃイケもやってたとか、まあ、スーパーサッカーやってたとか、うん、であのごちゃ混ぜ MBS ラジオ、ね、MBS の深夜1時から4時ぐらいまでやる、3時間ぐらいやるあのラジオを土曜日はやっててみたいな。で山本さん復活したての時なんで、あのルミネの舞台もよく立ってたしな。立ってた。信じられへんねんけどマジでやばい。だってめっちゃ眠いもん、うん、ビビったよね俺1日目正直本番は眠くないやん、もちろん楽しいし、うん、でも終わった後もう終わりなのよそこで本来体力的には、体力的にはマジですごいわ。むちゃくちゃだったな、ほんあれ毎日すごいよ。だって川島さんなんて夜もいっぱい仕事あるでしょ。川島さんなんか今一番ネッキングで名前上がるやろ、ね、これすごいぞ。体力勝負だね、これは体力勝負で、そのイケてまうのが厄介やな。 ラビットの時間帯ってあんま働かんやん他の仕事。うん、早あんだけ入る。だからラビット行った後アメトークとかロンハーとかもテレビ中とか全部イケてまうっていう、まあ、全ての収録がほぼあんな早い時間ないから、そうだから、うん、昼からとかだったりするよね。めちゃイケなんて夜中までやってたからな。俺一回出させてもらったあのイケメン動画みたいな時なんてさ押しに押しても2時とか3時ぐらいまでやって、で次の日スッキリ行ってたからね。すっごい、ちょっと体力鬼だな山里さん。マジで本当にすごいよ。もうあのラビット初日だけでも俺はもう無理だったね。ラビット行って大間放送って、もうだからそのままロケ行って、うん、帰ってきて4時で寝たね。もう無理だった起きてるのが、うん、不可能だった起きてるのが。すぐ寝てダセーこと言ってるな。で夜オンラインサロン生配信やったじゃん、うん、自分でまで3時間びっちり寝た。でオンラインサロン終わったらもうねまた眠くなってきたし、すぐに絶対無理だ俺朝の帯は。まあ、そのいや消えへんって多分、うん、そうなんだけどめちゃくちゃおもろいやんお前一人で朝の帯やってたボーッとしながらボーッとしながらでも本当体力お化けなんだろうな、ああいうレジェンドたちは。うん、山里さんもすごくない、スッキリ毎日やってさ、あの三色ショッピングもやってたわけやろあの人、あれやろずっと。てか三色ショッピングコンクだったな。いやまだそれ結構そんなに空いてねえよ三色ショッピングもあれずっとやってたんろ、全部山里さんがやってたんろ、うん、ほいで毎週ラジオやってたんろ、あの、うん、やってたっていうか今もやってるけど不毛的なやって、うん、ほんでもういろんな番組出て、で恋愛も頑張ってたわけやろしかも相手がいただからもうやばいよ、スタミナ、将棋スタミナマジやべえわやばい。だからそれでやっぱ飲みとかも行ってたりしたらやばいよね。だって一回さ山里さんと飲ましてもらった時朝ぐらいまで飲んだと覚えてる。ああ覚えてる覚えてる覚えてる。あの日も次の日すっきりしてすっきり行ってたもんな。そう行ってたわ。うん、大男よもうめちゃくちゃ体力ある。体力との勝負になってくるんですね。体力ない芸人やってくれへんかな、その自分出やんでええから。その話聞きてよ体力ない人たちいるよな体力ない芸人も。8時間毎日寝てるけど売れてる人みたいな、うん、おるよな絶対。いるはずだと思う。うん、でもだから言ってたな、なんかあのあちこちオードリーで今田さん出てたのみたいな。ああ俺見た。体力、ああジム行きだしてからね、ジム行きだして
体力やと思ってつってた。体力あるもんな、やっぱ今で。その体力で合ってる？俺らがジム行ったところでさ、その加藤さんとか今田さんみたいな生活送れる？ただただジムで疲れて俺もう余計ぐっすり寝るだけやと思うんやけど。確かにな、生まれ持ったものなのかな。え、その寝えへんとかってジムで補えんの？補えないね。そのハーハー言わんとかはさ、うん、多分運動でいけると思うねんか。筋肉の量が増えて余計疲れるんじゃない？代謝が上がってね、なんか、うん、どういうこと、何のために鍛えてるんですか、じゃあそれって。どういうこと？多分俺合ってないと思うで、その理論。ただただお化けなんやと思うよ。でもその理論はいち早くちゃんと理解したいよね。じゃなきゃもう。でも運動した方がちゃんとぐっすり寝れるから短い睡眠でいけたりもすんのかな。それはマジでちゃんとした人に教えてほしい。なんか9時間ぐらい寝て起きた時しんどいとか意味わからんやん、なんか。いや、しょっちゅうあるしね。なんでもう眠いの俺。9時間寝たはみたいな。いや、ほんまそうやね。6時間とか5時間でもまあ眠いやん、うん、で9時間寝てもまた昼ぐらい眠いやん。ね、なんやねんじゃん、あの3時間。マジ時間よくあるわ。俺新幹線とかで本読み始めても3ページぐらいで眠っ、あと眠む眠む眠む眠わ。今眠ったいしね俺、実はめっちゃ眠い。さっきの俺最後の方の収録やばい。俺もマジでさっき俺もめっちゃ眠たかった。申し訳ないわあれ。はぁ、眠たい。眠たいと思いながら。やばいよな。だから、だからさんまさんも言ってたじゃん。もうさんまさんだから、あ、言うて特別だけど、特別も特別も頭冴えて寝れないみたいな、収録終わりは、うん、あ、でもそれはあるけどね、うん、あのそれが毎回みたいな、もう毎回何十年だ。俺も寝られへんとかあるけど、しんどいよその代わり、その分、うん、しん、まあ、それはでも人それぞれやろ、もう思って生まれたもんやと思うで。どうしたいんだろうね。でもちょっとは直したいよね、この眠いの、起きてる間の眠い。いや俺布団とかもあるのかなとか思って。布団はだから俺いいの使ってるよ。だから、だからそれはエアー使ってるけど眠いんですけど。エアーで怒られるよ。でも昼間運動すると夜ちゃんと眠くなるっていうのは言われてる、ね、だ、そういうことですよね、さっき、うん、だからじゃあ酸素カプセルはあれほんまなんかっていう話にもなってくるよね。あの1時間寝たら3時間の効果得られるみたいなさ、あれ欲しいんやけど、やったら。でもそのやりすぎてもそんなに体的にどうなのかみたいなのもあるよね。なんか噂で聞いたことだと、サミヤのカナダさんがマックス忙しいとかに時に、うん、現場にも専用のマットレス置いて、うん、少しでも寝てたみたいな。はぁ、いやでも噂じゃん、ほんまちゃうそれ。マットレスをちゃんといいの持ってきて、いいのをなんか楽屋から置いてもらって、うわ雨降ってきたよ最悪。うわ最悪。そマジ眠。雨降ってきた眠。ミンってそんなこと言ったら。雨降ってきた最悪眠。でもそうやと思うで。うん、マジで俺らなんて別にちょっとじわじわちょっと忙しになってるぐらいでさ、たまにやばい3日間とかあるやんか、うん、そのもう瞬間最大ね、風力というかバーン行く人の売れ方はあれが多分3ヶ月もっとか。でもマジラブさんとかだね、今言ったら絶対。うん、まあそうやな、マジラブさんは忙しいやろな。でもやっぱ営業とかがないのが楽なんかもな、うん、普通のあれかみたいな。確かにな。あと、うん、EXIT とかじゃない、ほんちょっと前の、うん、あれはしんどいで、すごいよマジで、本当にマジで。あとニューニューヨーク始まりました。これはもう本当に皆さんマジありがとうございました。言うこと聞いてくれてみんなが。トレンド入り、そして TVer 30位内入りました。21位ぐらいすごい行った。あれマジすごい、本当に嬉しかったよ。急に動いてくれるようになったね。今まで全然動かんかった人たち。マジありがとう、俺感動した。待ってたよ俺たちは。うん、めっちゃ動いてくれた、あんなやってくれると。あれはでかいわ。
でかい、うん、皆さんのおかげです本当に皆さんのおかげ。いやこれ毎回そういう風になったらいいですけどね、うん、なんかでも俺初めてやん、自分らの冠番組が地上波で流れてさ。もちろんですよ。その自分ら2人だけの番組だから、うん、画面のねもので言うたらもう俺か嶋佐どっちか絶対映ってるみたいな、うん、で基本2人が映ってるみたいなさ、うん、テレビ初めてやったからさ、なんかほんと人生初のドキドキやったな、うん、今あもうすぐオンエアややばいやばい抜いとこかなみたいな、一回抜く時間もないかみたいな、なんかこうそわ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 する感じ。あ確かに。お前寝てたんやろ。俺もぐっさんと見てたからだから最初ちょっとはしゃいでてもうえって、いやいや話し出すなよ、ぐっさんが誰か分からんかった最初の3分いやもういやぐっさんの説明して直前まであのぐっさんおすすめの昔のあのヒーロー戦隊のずっと仮面ライダーRX とか見ててあやばい、カズちゃんもう始まってる、カズちゃんいや、グッサン説明してグッサンっていう作家さんね、最高の作家がいるんだけど、ね、トレンディエンジェルさんのメンバー、元トレンディエンジェル3人組やったんです、トレンディエンジェル。実はね、皆さんはトレンディエンジェルさんって同期で、トレンディエンジェルさん同期でで、エイダンね、グッサンを切るっていうスーパーエイダングッサンが遅刻しちゃってそれで斎藤さんが怒っちゃって、うん、いやそれは斎藤さんもねその時の多分感情でね、いやいやそれは表の理由で俺はよそやけどほんまはおもんなさすぎてクビにしたんだ。お前やばいぞマジで何を言ってるの本当に。で今作家さんで、まあ、いろいろテレビとかいろいろめっちゃええ人、めちゃくちゃええ人、めちゃくちゃ仲いいんですけど、そのぐっさんと久しぶりにちょっとぐっさん家で、ああちょっと軽く飲みながら食べて、じゃああのオンラインサロン終わり家行ったってこと？そう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 。え近いねそんな。いや30秒ぐらい。マジで一本一番近い。そんな家近いの？1本くらい。そうだよ。一番近い。グッサン家。あそうなんや。グッサン家見せてーわー。本当に見せたいグッサン家全国の人に。信じられないよ、ひっくり返るよ。えダウンタウンデラックス出したい。ダウンタウンデラックスあれ出せる余裕で、ひっくり返るよ。何がマジでもう2面壁こっち1面2面全部服の段ボール、開けてない段ボール新品、うん、あの段ボールに詰めた服、あ引っ越しの時のってことね。あ全部はい、もう切られへんよ。本棚パンパン、 CD 本棚、うわで床にマットレスベローンっていって、そこにもう服が周りにベチャベチャベチャ、うわマットの真ん中でとこへえっ、ー、ほんで椅子が2個ポンポンだって椅子で学習机みたいな1個あって、そこにテレビあって、もうびっくらこくよ。狭いの？いやでも広い、部屋はワンルームだけで 1LDK かな、でもその全然広い、綺麗なマンションだし、へ10畳くらいあるかな。でもパンパン物で物で10畳以上あると思う。すごいな、見てほしいわあの部屋、衝撃よ。40歳の大人の部屋とは思えない秘密基地みたいな感じや。そのグッサンとニューニューヨーク見てた、うん、どんな感じだった？いやもうさ普通に面白いって言ってくれたよ。何がわかんないいやグッサンに言うちゃんとした分析があるからマジで。俺は本当にど俺も酔っ払っちゃっててちょっと恥ずかしさもあるじゃん。いや恥ずかしいよあんなのお前。そうそうだから2人だけのやつだから、そうそうこっぱずかしい。俺基本自分が出てるやつあんま見ないから。俺も見ない、うん、だからちょっと飲んじゃってて。でもあれもあったけど、うん、面白いって言ってくれてたな。あなんどなんかなんて言ってたっけな。いやもう覚えてないんだよなほぼ最初の、もう最初のだから最初にグッサン家行く前にコンビニ寄ってハイボールをハイボールをおごってもらった時に、ハイボール俺いただきですかって、いやサッカー部かっていうあのその衝撃のツッコミしか覚えてなくてそれ以外もうあんま覚えてないそれ以外はあんま覚えてないから相変わらずいやすごかったよ。もう本当にもうグッサン家来てほしいわマジで。それ隠し撮りしたいわお前とグッサンさんの会話。いやマジですごいわ、もう高め合いよもう火花くらい
火花に出てるもうプライベートでボケてくんやろ。俺はもうどんもう NSC 時代なんかよりもボケてったり突っ込んだりしてるからもう全部突っ込むからね。俺突っ込みがマジ上がんのよ、突っ込みスキル。サッカー部かとか言われてさ、マジむずいやん。そんなハイボリスかサッカー部かとか言われてどこすぎやるすごいからグッさんボケもすごいから速射砲のようにボケてくるから全部突っ込む。何言ってんだてめえとか。押しつけなおめえとか思んなくなってんねんか。それって実はグッさん好きだわマジで。マジで見てほしいわ。もうここまで来たから。めっちゃいい人やな。これここでは撮りに行けないんだって YouTube では。あ、ダメです。あのカメラ入るとガチガチになります。僕の嘘ではね。だから島津さんがもう隠し撮りするしかない。しかないですね。本当は。この YouTube のカメラでもダメ？これでも。ダメです。だって作家さんすもん。喋るあれじゃないですか。いえ、元プロですから一応ね。もともと10期で成績優秀コンビでしたから。いや、ぐっさんもしれやマジで。でもなんか嬉しかったわ俺は。そのニューニューヨークみんなが見てくれて、こうツイッターもめっちゃ今までどの番組よりもこうつぶやいてくれて、本当、うん、あの深い時間にもかかわらずやっぱすごいトレンド入りしましたから。めちゃくちゃ俺それこそ眠たかったけど起きてたもんな。久しぶりやったわ。あのなんか見たいもんあるから眠いけど起きるみたいな感じも、うん、いやあれはね、うん、まあ今後もねちょっといろんな企画、うん、多分盛りだくさんで毎回違う。俺ら YouTube ですらさ自分らで考えた企画ほとんどないのにさ、うん、ニューニューがもう結構考えてるもんな。あでも参加、うん、一緒にその提案してくれたのを結構こうしようこうしようみたいな、うんうん、結構ね参加させてもらったり。そうね、来週もちょっとぜひ。いや辰樹とねだから作家もね関野君ね、うん、ちょっと前面作家とあと引き出すのも嬉しいんだよ。バビロンのチャンネルずっとやってた日だったと思う、うん、そう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 、うん、いやだからちょっとなんとかこうね、まあ楽しくね。そうだね、うん、うん、ちょっと見てくださいね毎週。楽しいです今、うん、あれに関しては、うん、いやあと昨日あれもあったからね、大阪急捨て初の。いや確かに初めてですねあんな感じ。初めてですようね、何捨てや何捨てやみたいな話聞いてようやるなみたいな。大阪って恐ろしい場所やなと思ってたらスケジュール見たら急捨て昨日入ってて、うん、NGK 行って森の宮行って寝屋川行って、NGK 行って森の宮行って寝屋川行って森の宮行って NGK 行って森の宮行ってみたいな。そうそうそう、で急捨て、うん、全部タクシーってあれでもハイヤー的な感じやな、多分1日で借りてるよね。ああずっと同じ車やった。そっかそっか、うん、正直そのもう漫才の思い出よりそのタクシーの思い出しかないんやろな。確かにその漫才師っていうよりは本当デリヘルみたいな。確かにそいろんな現場行って喜ばしてお客さんをわーって喜ばしてあざしたとか言うて、うん、で次の現場もうすぐですよ、終わったら一言も喋らずタクシーですとかってやって、うん、ここですとか言ったり携帯見たり、はい、でもほんと着いたらもう5分から10分ぐらいで出番ですとかなって、またお客さんを喜ばして喜ばせてお客さんあんま喜ばん時もあったりしてであれ出したっつってまた来る。それ9回繰り返したんですよ。もう手こきみたいに言うなよ、うんだから漫才師やってるなって感じじゃないよね。なんかその移動してるなって感じじゃない、ね、そうそう、移動してるなって感じ。まあ5分ネタが多かったからあれ、10分ネタとかでまたね、いやきついよ10分は。正直そのクタクタとかじゃなかったもん、終わった後俺、ああ帰りの新幹線、うん、そのロケがっつりした時とかの方がやっぱクタクタやなって感じするな。ああ確かにね、うん、東京だとその最大何ステぐらいあるの？こっちだと6とかじゃないですか。6やな、もうマジのマックスで。ルミネさん、無限大1とか7とかはくらいあったかも。あ、でもドーム1、2の時はあったわ。そういうのあったかもね。あったわ。インディアンさんとかなんかこう行ったり来たりで6、7とかあったかもしれんな。じゃあ大阪はだから量が多いんだね。近いんすよ大阪。近いんすよ、うん、回れちゃうんすよね、うん、だからその別にその
2カ所でネイビーズアフルとからしれんこ見たそうそうあれおもろかったもん、なんやったんやあれ、ネア側で「おう皆川くん」とか言って、で俺らが森の宮行って NGK 行ったら先回りして NGK に皆川くんおったの、大阪芸人はそんな感じなのかもしれないですね、いやあれ大変やで、毎週あんなことしてたら、いやあれはちょっと大変だわ、うーん、あー毎週は大変だね、ちょっともうしんどなるよな、毎週は大変だ、でも慣れるんだよなそれも、うん、でも全然川島さんの方が大変全然大変加藤さんと川島さんのが大変大変もちろん本当にそう、あ、まあ有吉さん結婚、わあすごい、いやびっくりしましたね、ね、うん、どういうことなんですか、どういうことで結婚されたのなんか一回噂になってみたいなね、うん、あの取り下げられたやつだった、うん、真相知りてえ、なんか絶対いろいろあるいつから付き合ってたんど素人すぎて何も知らん長くいこと付き合ってたんだろうな最高だね、なんか全員喜んだ結婚みたいな、うん、よかったみたいな感じだね、でもすごいね、その一切本当にすごいね、一切その周りに気づかれないの、すごいね、まあ、知ってる人は知ってたかもしれない確かにな、あんま聞かれへんからな有吉さんって、確かにそういう雰囲気出すのうまい、ああすげえなマジで、あとあれも見た俺です、あの関口さんに勧められて庵野監督のプロフェッショナル見た、あれどこで見れるの今、まあ、NHK デマンドみたいなんで、ああそうそう、それ、それしか無理だな、そっか見たかったな、おもろいね庵野監督、どういう人結局、もう逆にベタな変な人ねえ、もうベタな天才みたいな、あもう代わりもベタな、あ、うん、でもさあれ俺いまいちよ分からんないけどさ、まあエヴァをマジで知らん、見た結局全然見てない、見てないんかいあれ見てエヴァに興味持って見るとか言うてさ、うんうん、あれさもうあのまあ話1000日ぐらい撮ってんねん庵野監督の、はあ、ね、4年とか4年ぐらい、すげえなマジプロフェッショナル史上最長の、でもさ庵野監督がチームとして動き出してからの話やったんか、でもあのもう脚本はだから上がってたんやな、あの時そうですね、なんか俺らの感覚ってさネタ作りで言ったらさ、もう脚本上がったらだいぶすごいやん、もう終わりというか、あとネタ合わせして終わりみたいな、うん、この01が大変やけど、あんのかとか脚本上がった後の要はカット割り、うん、がメインで悩んでる感じやったよね、なんか絵コンテ書かなかったみたいな、あ、そうだ、初めて絵コンテ書かんみたいな、はあ、だからもうすごかったよ、なんかそのなんつうの、ああいうモーションキャプチャーみたいなつけた俳優さんが、うん、に何日もこうその芝居させて、はあで、いろんな角度から撮ってみたいな、しかも最初人に撮らすんだよね、そうそうそう、自分は撮らない、へえ、でも結局自分で撮る、結局自分で撮る、えだからほんまに言ったらさ、あ同じチームの人からしたらもうギュッとしたら多分1年でできたやろみたいなことを4年かけてんねん、なるほど、でもその4年は多分必要な4年ってみんな理解してなるほどね、やってるみたいな感じ、なるほどね、庵野町みたいな、ね、ずっとずっと庵野町基本的にはあとはあお前なりのやつ一回やれみたいな感じ、あでやるけど全外みたいなでこの人も多分全外されるんやろうなって思いながらやってんねんな、多分ああいう山田さんみたいなもんね、山田さんの全外と全然違うよ俺らの作家さん昔ネタ見せで全外食らう東京吉本のね、登竜門、山田のアビスコシみたいな感じじゃない、みたいな感じじゃない、あとは撮り直しとかもう、このシーン全部撮り終わってたけどやっぱごめんなさい、一回ゼロに戻しますみたいな、あれ熱海行く意味あったのかなとかね、多分そんななんぼでもあるでしょ、だからもうだからめっちゃしんどいと思う、一緒に仕事する人は、うん、だからやっぱ昔肩着の人ってことだね一個よね、うん、俺なんかそういう人ってなんかやっぱそんな気がするんだよね、これからの時代はもうどんどんいなくなるじゃん、そういう人って絶対、だから要はまあ景気良かった時代を経験してないと無理やもんね、うんうん、その時間をこうそれだけにめちゃくちゃ注いだりすることがもうできなくなってくると思うから、あー確かに
やっぱそんなのもやっぱりそういうのは分かんない、もちろんすごい方と思うんですけど、やっぱナンセンスじゃナンセンスじゃん、うん、周りの、うん、後輩の人から合理的で言うとね、そうそう、だからまあ本当そういうことな気する。でもそれはそれで悲しいけどな、そういうわけわからん化け物みたいな人が生まれづらなってくるやん、そうだね、合理的だけを追い求めると本当そうだね、天才というか大物、大物だね、うん、大物だよ。でなんかその声優さんのシーンとかもあんねんけどさ、うん、なんかあんま見たなかったっすよね、俺は全然エヴァ知らんから、うん、まあ、有名な人なんだ、うん、あ、こんな感じなんや、俺も知らん人やったけど、うん、声優さんでもエヴァファンからしたら有名な人なんやろうな、うん、エヴァンゲリオン見たいな、それ見たかったら面白そうだな、面白いですよ、うん、その流れで俺サンドイッチマンさんのプロフェッショナル流れだな、うん、うん、サンドイッチマンさんのは100日ぐらいだよ、それでもすごいけど、いやそれでもすごいやん、やけどなんか庵野さん見たとすっくねえなみたいな長すぎんだよ、100に近いとかそれどうやって給料支払われてるの、4年も密着してその1本だけでしょ、どういうことで、そのだ NHK だからできんだよ、そうっすね、うん、でめっちゃ庵野さんがそのプロフェッショナルにも文句言い出して、そんでその取り方とか、うん、もっとこう取ってくれよみたいな、あ、なるほどなるほどなるほど、うん、面白かった、面白かったですね、うーんちょっとした会議やるんだもん、やっぱ天才って旗からなんか安全な位置からさ、天才なんてやっぱ関わるもんじゃねえやん、ほんまは本当はね、うん、うん、だからやっぱこうああいう画面越しというかが一番やん、ちょうどいいね、あ、うん、確かに、それこそどっちかが天才みたいな、俺らもそのネタ書く天才みたいな、やっぱこっちがわめっちゃ大変やろうな、いろいろ、確かに大変だろうな、あーそうだね、長谷川忍とかさ、やっぱ頭おかしいやんその天才の横におる長谷川忍の方が二郎さんの横におる忍さんの方がやっぱ変やん、確かにね、ネジ外れてるやん、ちょっとそうか、そうだね、そうだね、うん、ほんとそうだね、まあな、ネタかかんの楽って俺はよう言うけど、そんなこと言ったらやっぱそうだな、みんなそうやな、赤羽さんとかも様子おかしいもんね、やっぱ小玉という天才の横にいるいやいやいや、そうやっぱいや、あれはやっぱ幼なじみやから、ただあんまないんじゃない、別にそうか、どっちも天才みたいな感じです、サルブルスの本当にそうやね、うん、確かにな、それこそ、いや奥さん、奥さんもだってあんの桃子さんもね、うん、あ、そっか、めちゃめちゃすごい人よ、天才同士だ、天才同士、山下達郎とじゃ竹内まりやみたいなそう、本当そうじゃない、天才同士の、いいだよね、肉も魚も食べないんだよ、あ、そう、ビーガン的な、何でしたっけ、いやいや、単純に食わへんから、うん、嫌いでお菓子ばっか食うてんね、うわ、こうもでもまあまあ酒飲んでましたよね、うん、酒は飲んでた、不摂生ですね、だいぶじゃあ、うん、それでも凡人の感想やな不摂生ですね、だいぶじゃあ凡人やなえ、体大丈夫なんすか、凡人めちゃめちゃ凡人、運動とかしてるんかな、でもさ、あ、そうや、それで俺、トリプルワイヤーの吉田さんと今度トークライブすんだよ、なんか何それ、どういうこと、トークライブっていうかトーク配信みたいな、まあ仲良くさせてもらってるからさ、ああで、吉田さんの本、俺も天野ジョージとやりてんだけどいやいや、やったらいいけど吉田さんの本が、ね、あ、タイトル忘れて、持ってこなかったみたいな男みたいなでしたっけ、うん、まあ、読んでないですよ、別にあれ面白かったな、吉田さんの自叙伝みたいな感じだけどさ、それこそ面白そう、めっちゃでも嶋佐に似てるな、なんかその音楽の趣味とか、ああ見よ見て、なんかレディオヘッドとか好きやったっぽいんよ、あ、レディオヘッド好きだよ俺、俺全然なんか嶋佐と話は一緒やなみたいな、なんか要は当時のフローとか、うん、そういう系の曲はなんかやっぱ尖ってるから、ああでも嶋佐より多分本気で好きやね、そのあの自分はもうミュージシャンとして行くって決めてるから、だから尖ってるみたいな、うん、ああなるほどね、の感じとか
でその要は才能がなかった自分がこうどう生きてきたか、でもめちゃくちゃ天才に憧れてた人の話みたいな、なるほど、感じがもうめっちゃおもろかったな俺。すごいな、それ何、自叙伝なんだ。自叙伝やねあれは、完全にもう自分は天才や、音楽でとんでもないことになる人やって思ってやっとるけど全然うまいこと いかんけど、でも認めたら終わりやん、自分が持ってない男ってことを。だからそこをいかに言い訳したり認めんようにしながらやってきたこの反省。はあ。でトリプルファイヤーの曲聴いたことある？あるあるある。めっちゃ変な曲やんか、うんうん、あのほぼ歌わんみたいな、うん、なんかもう喋ってるやん、うん、あそこに最後行き着くまで行き着いて終わるんやけど、そこで多分トリプルファイヤーが一皮むけて完成するんやけど、うん、それまでは多分普通になんかようある感じの曲歌ってたっぽいのよ。はあ、はあはあははあ、でずーっとなんか全然あかんみたいな。なるほど。で死ぬほどパチンコするみたいな。で留年とかしたり、もうなんかなるほどね。本当にあかん人の反省。あでめちゃくちゃおもろかったな。あそれはちょっと読みたいな、チェックしよう。うん、読んだ方がいいねあれは。はあ、あ売れてほしいなあの本。で、って考えてさ、庵野さんのやつとか見たらさ、なんかやっぱ昔ってこう天才に憧れるやんか、うんうん、自分ってとんでもない才能あるんじゃないかなって思ってなかった、うん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 、できればそうあってほしいみたいな、うんうん、でも今35ぐらいになるとさ、もうそこまで天才に憧れてないよね。確かに。まあ吉田さんの方もそんな感じの着地なんやけど。ああなるほどね。もう庵野監督みたいな人生ちょっと嫌やと思ってるよ正直。分かる分かる。そのさ天才の孤独とかさ、もう想像できるようになるからさ、凡人の俺らでも、うんうんうん、もう嫌やもんな天才とかまっちゃんとかほど才能ある人って。嫌だ、しんどそう。めちゃめちゃしんどそうじゃん。その選ばれし者ってやっぱしんどそうやん、うん、しんどそうなの。なるべくもう楽したいからねっていう感じはもうおっさんやよね。そうだね。やっぱ10代の頃とかやっぱ俺もまっちゃんぐらい才能あったらええのになみたいな、うん、何でもいいから、音楽でも、ま、お笑いでも、うん、絵でも、うん、であるかもってどっかでまだ思いながら大学とか行くやん。うん、そうなんだよ、ね、てかまあ NSC 入った頃なんて思ってるし、なんか若干なんかそうなんだよね。それはもう別にそうなんだよね、才能とかじゃないんだよね別に。ただちょっと趣味がちょっと違ってただけっていうね、うん、周りと、うん、そう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 、うん、それを才能やと思ってるみたいな。そうそうそう、ほんとそんな感じ。吉田さんの方ももうめっちゃそんな感じ。うん、うん、そうなんだよな、それイコール才能じゃねえんだよ。60分 なるんで換気しましょう。はい、ということでいけ、これ言えよこれ。うん。いやこの後23時30分までお送りします。うん、はい、あとは何か言わなあかんって言ってたな、さっき。でうつむいて生きる意味を知えて、何をしても楽しくなくて一人で閉じこもってばかり、今は何もしたくない、声に出して伝えることがなんだか難しく感じて、誰にも言えやしないから、辛いことだけ溜め込んで結局一人苦しいんだよ。それはいつも通りだよ、一人の時間に慣れてしまったみたい、誰かと群れるのはもう疲れたよ。当てはまらないピースなら無理に収めなくていい。時切れ
はい、ということでありがとうございます。動画ありがとうございます。七色さんのやつ流れたんだな。七色さんです。あ、ありがとうございます。ちょっと収録なんで僕ら見れてないんですけど、はい、オンエアでちょっと見させてください。オンエアというかね、後で見ます。はい、まあでもなんかそのなんかさ、その天才のさ、あれの続きやけどさ、うん、なんかその学生時代いじられキャラなのよ、吉田さんは。ああ、なるほど。なんか結構雑ないじりされて、あでもそのヘラヘラするみたいな、まあまあ感じとか、うん、でずーっとなんか舐められてる感じみたいな、あで結構悪く書いたりしてんのよ、個人名あげて。はあ。でなんか後書きみたいな、ネタバレになってもんかな、こんな後書きみたいなとこで、うん、要はそのまた久しぶりに会ってそういうやつらと、うん、なんかあのちょっと悪く書いてもうたから、あの原稿見せるから、あの嫌なとこあったら言うてなみたいな、吉田さんが言うたら、うん、なんかいやお前の本の売れるためやったら何書いてもいいから原稿なんか見せんでよみたいな言われたみたいな。俺もうめっちゃ泣きそうになってさ、それ読んだ時。で吉田さんにすぐ LINE したら、吉田さんもそこで泣きそうになったみたいな。自分も買い取って、なんかたまらんくないこの話。いやいや、わかる。もうはるか上におんねん、あの時知ってたやつらは。一緒だよな、一緒やよな。もう復讐なんて概念はなくてさ、そこに、うん、竹馬じゃん。そうそう、竹馬のもっと大人版みたいな。竹馬だね。いや、うん、でもそうだよね、ほんとそうなんだよな。別に何とも思ってないんだろうな、マジで。ずっとだからそう、そうやよな。なんかこういうことがさ、物語になるのって大体やっぱ2軍のやつとかさ、その虐げられてきたやつが言うやんか。1軍のやつの当時の話ってやっぱ聞かへんよな、聞くことがないよね。あー、なるほどね。うーん、あー、確かにフラストレーションというかそういう気持ちがないからなのかな。でもないことはないやろ、思春期やから。さすがに、そっか、確かにな。気になるけどな。一軍のやつの話ってこと？そう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 。ああ、でもヤンキーとかではないよね。なんかヤンキーとかじゃない一軍の人の話を聞きたい。でもまあもう言ってしまうとさ、もうまっちゃんとか浜ちゃんってあれ一軍やろ。一軍だよ。だって高校生の時彼女いたとか言ってるからね。もう余裕で。いや、脱線、二軍の言い方。まっちゃんやろ。あの、うん、なんか結婚ぐらい考えるぐらいな、いつも二人の意思で帰ってたみたいな女の子みたいな、うんうん、言ってたよな。うん。で、なんかヤンキーとかばっかの高校やったけど、そのなんかあいつはキレた何するかわからんみたいな感じで、そのいじられてもなかったみたいな、うん、まっちゃんが。で、ハマちゃんはその受け出したりしてね、その三重県の全寮制の、うん、だからその一具もクソもないんやと思うけど、なんじゃあなんで何が起きたんだろうね。その実はそうじゃん、ダウンタウンさん、確かに、うん、でもなんならそのモテないやつの方がおもろいみたいな、どこで誰が起こしたのそれ。え、持ってないやつの方がおもろい。なんですか、そのちょっとそれこそなんか暗いやつの方がおもろいみたいなっていうのは、暗くなくない、多分。暗くねえよな、ダウンタウンさん。実は多分 NSC の時は暗かったんじゃない、その陰気臭いやつがおるみたいな言われてませんでしたっけ、まあ、そうでした。でもラジオ昔なんかそのトップの笑いとっていうところじゃなくて、クラスの隅っこの C5 人ですごいなんだ。あ、じゃあそこはそうなんか、あの放送部のメンツはそうやったんですかね。あ、そうか。で、彼女もそのえ、でもあれやね、あの林間学校とかのあれで漫才やったりしてんねんで、うん、クラスメートの前で。そっか、よく言ってるね、楽しいよりやつじゃなくて面白いやつがそのお笑いでは見たことよく言ってるのね。うん、でもそうか、 お笑い求められてるキャラだった。面白いやつと、もうみんなが認めるような。そうじゃないってことだよね、別に、うん、で別に一軍ではないのか、じゃあ。確かにな。でもトンネルズさんなんてもうめっちゃ一軍やろ。そうだね、部活で。あとナイナイさん、もうヒーローやろ、ナイナイさんなんて。ナイナイさんはどうだ。でもそっか、サッカーもすっごい一軍やと思う、ナイナイさんなんて。
明るい、岡村さんも多分めっちゃ明るいし、ブレイクダンスやってんねん、だってサッカーやから。そうだ、それはもうめちゃくちゃだ。めちゃくちゃやろ、もう。だから昔の芸人の方がなんか、ロンブーさんとかも多分2人とも一軍っぽいやん。確かにね。いや多分一軍の考え方が違うんじゃないの。え、なんすかそれ。だからスポーツができて、イケメンで背が高くてっていう、そのクラスのあの日モテる人たちが いわゆるベテランモテる人たちが一軍っていう感覚なんじゃないの、昔のその時の、明るくて、あだ面白い、そうか、面白いは違う、だから松本さんたちがお笑いっていうのがすごいってことに変えたから、今は面白いやつが一軍になってるかもしれないけど、まあでも面白いやつは一軍じゃなかったよな、別に別にそうだなだって吉田さんも面白い人ランキングみたいな、だいたい1位か2位やったって書いてたもん、その本に。ああなるほどね、うん、確かにそういうのあったな、クラスのな、うん、それランクインしてたよ別に俺だって、もちろんえ何に背が小さい人ランキング、違います違います、面白いやつみたいな、だからさ、何の意味もないのよ、あの面白い人なんて、要は舐められてるだけだからその恋愛対象じゃないですよランキングやからな、あんなもん確かに、ほんとだ、あれ見たいんやよな、だからなんか14歳のしおりっていうさ、映画、なんかそれ何でしたっけ、パンさんの向井さんとかラジオで言うとるたの俺聞いたんやけど、あとダンビラムチ原田も言ってたんだかな、なんか本当にそのリアルな14歳、見てないですよね、見てないです、でもあれどうやって撮ったの、わかんないです、俺エレパレみたいなもんよ、言ったらリアル、リアルでリアルタイムエレパレみたいなどういうこと、まあ14歳あるクラス、どこ何県かも俺全然知らんけど、あるクラスのをもうずっとドキュメンタリーで、で主人公とかなくて、要はクラスで一軍っぽいやつとか、そのクラスでにはハマってんけど部活ではめっちゃ楽しそうにしとる子とか、もういわゆる日本全国のどこにでもある中二をほんとリアルに描いてるみたいな、描いてノンフィクション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 、あそれめっちゃ面白いじゃん、めっちゃおもろそうやね、俺だから好きやらば行こうと思ったけど、なかなかもうまだやっとんかな、渋谷でもさ1日1回ぐらいしか上映してなくてさ、なるほどね、時間帯は行かれへんかったけど、そんなんもそれは見たいね、どっかででも配信されるだろう、そうやな、話題になったり してるんだろうし、うん、あそれ面白い、なんなんやろな、中学の時のさ、本当の喧嘩なんてほとんどせえへんやん、どっちが強いかなんて、うん、でもなんか知らんけどこいつの方が強いってさ、もうさ、うん、めちゃくちゃ性格っていうか、しっかりランキングなかった、喧嘩とか多分強いオスとしての上ランキングみたいな、あこことこの上位の1位同士は割とお互い認め合ってるみたいなとかさ、なんかあの感じなんなんやろうな、確かにな、開始じゃないけど、そうだね、うん、でこいつから結構きつめのいじり受けて、もう俺が同じぐらいいじることはないみたいなこの子から俺はありやけど俺からこっちはなしみたいな、んかこう一人一人関係性が全部あった感じすんねんな、確かなんであんな仲良かったのに今こんな喋らんなって思ったんやろ、お互いそれは分からんみたいな、そうね、思春期だな、5人組ぐらいでめっちゃ仲いい感じやけど俺あいつと2人っきりになるとすごい嫌なんやろなあーちょっとあったかも、あったよね、2人っきりの時はもう毎回そいつだけとしかあんま行かないみたいな、あったね、わかるわかる、いやなんか気まずいみたいな、ちょっとそいつとの2人っきりは あったな、あったかもな、あったな、あだからちょっとな、呼んでほしいよな、トークライブもあるから、それはじゃあ14歳吉田さんのやつねと14歳の勝利は俺見たいなっていうだけやけど、そっかー、いやーそっか、14歳の勝利映画も見てねえな、見てねえなーなあ映画、あれあのうち3人ぐらいがさ、いや出たくないです、顔にモザイクかけてくださいってなってだって、でもどういう、おかしくないじゃん、まあでも見たら分かるかもしれないですね、その辺も、でもそれを
1年間撮るんだけど、その最初の段階 OK でも途中で嫌がったりとかしたら台無しになるわけ。まああるんじゃないですか、あのシーンはカットしてくださいとか細かく実は、まあ、あるだろうけど、出たくない人もいるでしょうしね。うーん、それお親に許可取りとか大変ですよね。なあね、だからまあ誰も見てないからな、まあ、そのなんかそういうの多分結構ケアしてるっぽいよ。うん、そうだよ、めちゃくちゃ大変じゃないそれ。それ親がね、うん、結構嫌ですっていうとも言えるもん。番宣動画だけ見ても面白そうやから、めっちゃそれだけで面白いもん。だからやっぱそういう見よう、番宣動画見たことねえわ。素晴らしき世界はさ、俺ピタッとさこう空いとる時間に行けってさ、そういうのめっちゃ気持ちいいのよ最近。こう空き時間とか、うん、俺が最近一番気持ちよかった空き時間の使い方は、うんうん、あの NGK 空き時間めっちゃ長いやんか、うん、その間に iPhone を変えるっていうお前大阪で iPhone 変えてるやん。そんな発想はないでしょ、大阪で iPhone 変えるっていう1ミリもない。そのもうバッキバキやったのよ iPhone が。あで、あ、うわリンクずれてるやん、あのもう、うん、動画とか撮ろうと思ったらもうもやかかるみたいな。はあ、それでだんだんデラックスで家の自撮りとか撮ったやんか。だから、うん、あこれちょっと支障きたすなと思って、いつか iPhone変えたいな、12したろうかなとかいろいろ思っとって、うん、でも11にしてまだ1年ちょいしか経ってんからなとか思っとったら、あでも保険めっちゃなんか払ってるよな俺みたいな、うん、なんちゃらパックみたいな、うん、あじゃあタダで変えてくれたりちょっと金払って変えてくれんちゃうかなみたいな思っとって、うん、でもソフトバンクショップ行けます今僕たちこんな忙しく確かにそうか、今か想像して、で何分かかるかようわからんやん iPhone って。あだからマジでムカつくなみたいな、 2,3 週間ぐらい行かれへんわみたいな、うんうん、で、ある時 NGK で3時間から4時間ぐらい空いたよね、あのユニバースが一緒に出た時の NGK。 うわっみたいな、で、バー調べてソフトバンクショップみたいな、で、行ったんよ、もう南部のすぐ近くやったから、うん、で、あのって言ったら、あ、いや、あのそれ、アップルショップですよみたいな。はあ、ソフトバンクショップ、駅の中のソフトバンクショップやんだけど、うん、ここじゃ あのその修理出してどうのこうのみたいなのは、うん、あアップルショップ行ってくださいみたいな言われて、今度アップルショップ近くの調べたら20分ぐらい歩いたとこがあってん、心斎橋の方に、うん、で歩いて行ったら行列、なんかアップルショップ、もう大行列なんかアップルショップってすごいすごくない？アップルショップってあれなんなんですか？あれなんなん？ストアじゃない？あ、そうそうそう。ソフトバンク携帯ショップですよ。こっちなんてのは遅いな。泳がしまくてた。アップルストア大行列じゃない？マジでいつもどこ通っても混んでる混んでる。で今から予約してみようと思ったらもう無理ですみたいになって、じゃあアップルストア大阪で検索したらなんか。梅田のヨドバシカメラがなんかの地下何階にその修理できますみたいなとかって、それはアップル公認のあのいかがわしいとこじゃないですみたいな、うん、でじゃあ梅田まで行ったねと思って電車乗って梅田行って、したらあの1万ちょいで帰れますみたいな、うん、であ全然もう余裕ですみたいなもう昔の僕じゃないんで、いや知らないよ知らないよ、1万はマジで行けますつっていやいやつってじゃん何やったらその3000の高いビルもつけてくださいみたいな一緒にねもうねもうここでつけてくださいあ楽だからね。したらもう1時間もかからん、3、40分ぐらいでもうなんか手続き終わって、うん、でもうあの iCloud 上に保管したデータをなんかもう一回再ダウンロードみたいなのするのに、うんうん、Wi-Fi あるとこでしかできませんみたいな、うんうんうん、で、どれぐらいかかるんですかって言ったら1時間弱ぐらいですみたいな、うん、じゃあここでしてきますかみたいな、ヨドバシは Wi-Fi 通ってるから、うん、つってやって、うん、やっとるうちなんか変な画面になって、なんか全部準備中みたいになって、ああの何もダウンロードできてないのよ、うん、でもうパニックになって、これ、うん、ここで俺がなんか再起動とかしたら全部死んでまうんちゃうかみたいな、うん、で、それまでマッサージコーナーで俺一人でこう待ってたけど、うん、マッサージされながら、うん、ただのマッサージ機にされながらやば、これ万が一顔さしたらやばとかつってで、行って、ちょっとあの全部止まってますよみたいな言ったら、うん、あー再起動してくださいみたいな、うん、で、再起動
したらまたなんかビーって始まるけど全部なんか途中で止まってるみたいな、うん、で結局もう何も使えんまま NGK 戻って、それでだからスイカとかも使われへんみたいな、あーうわーっつって切符買って NGK 行って、うん、NGK の楽屋でずーっともうひたすらそれはもう耐えるしかないみたいな、はあ、耐えたらなんか結局戻ったけど、でもそのもう一個俺行きの大阪行くまでの新幹線でアンケート答えてたんで、それも俺新幹線の間にアンケート全部答えれたらもうめっちゃ気持ちいいのよわかるわだからもう寝る、俺寝ちゃうんだよな。完璧やってん、新幹線で あのアンケート答えて、うん、合間で iPhone 変えて、うん、最高みたいな。ああわかるわ。したらでも iCloud 上にバックアップと取ったのがその日の朝やったから新幹線のメモ帳全部消えてて最悪やって言うた久しぶりにそれだるいな。だるい、気持ちいいんやな。でもあの合間うまいこといけたら。はい、ということで動画ありがとうございます。次は今何流れたの？白滝パスタ、純ちゃん食堂。あ、純ちゃん食堂さん、ありがとうございます。ありがとうございます。いっぱい動画ありがとうございます。あ、いや、それで言ったらさ、その、うん、俺カードどうしてる、クレジットカード、マジで。どういうこと、どうしてるって。俺がもうそのマジでって、こういうこといや、俺がさ、これなぜか、うん、あの上限が俺さ、あ、20万しかないの。あ、これってなんで、めちゃくちゃ少なくない。いや、でも最初そんなもんじゃない、10万とか20万じゃない。でもいい大人だもんな。はい、で、まあしれっとそれでやってて、でもう2個あるから。てか俺もそうよ、俺もだからよう止まるもん。そうだから、まあ、追加チャージしよう思ったら、そうそうそう、あ、無理やってなって調べたら、で俺 もう別にそのダラダラしてるから、うん、もうずっとそのもうまあしばらくもうその状況続いてたの、うん、でもまあもうそれでも耐えてたのよ、うん、まあ月末何日間かめんどくせえけど、うん、まあもう20万いくやん、余裕で行ってまうやん。行く？え、行くね。でも行ってまうから、もうそれがさ、まあ某カード会社のカード、めちゃくちゃ AV 買ってるよ、もしかして全然買ってねえか買っててもええけど、それで俺は
でも何ヶ月か前に申請を してるんですよ。あの天井を上げるみたいな。そうそうそう。何年か前に。あれ勝手に上がるもんでもあるんですか。いや俺は申請して上げてったな。一回しっかり覚えてるのが、うん、4,5 年前ぐらいに、うん、3,4 年、うん、どんくらいかしっかりあの無理です滞納とかしてたんじゃん、うん、で今もうネットで申請出しててなんかそれがなんかめちゃくちゃ時間かかってずっと申請中ですみたいなあれ出した時にでそれであれどうなったかなと思って毎月でもそういう風になるから終わり、うんうん、そんでこの間でもういい加減めんどくさと思って見たら、うん、クレジットがね申請できませんってなってたページが20万でプラスにしたいのに、うん、申し込みができませんっつって、うん、できないの。キャッシングのとこは申請できるんだけどキャッシングとか別にいいじゃんさ、うん、そこじゃなくてクレジットで使えるか上限したいのに、うん、それができなくてそれどうしたらいい電話で電話もあるもう無理な人全然繋がらないじゃん無理な人って認定されたんじゃないもうあれどうしてるどうしてんの20万の男なんだよもうお前は器がお前はどうしてんのいや俺はだから1個あるんだけどカード、うん、銀行のカード俺も2個作ったんだよ2個あるからそしたら余裕でいけるでもそのめんどくせえじゃんもうそのどうしてんのそのみんなそのクレジットカードって皆さん俺だからスイカはもう全く新しいのに作ったりのもう一回もう一個3枚どうしてんのそんなお前上限ちっちゃいカード何枚持ってもめっちゃダサいやん上限上げてんだよなだって20万ってことは10万ぐらいしか使えないからねえ落ちるまでの間の期間で全部合わせて10万だからんどういうことですか要は、うん、落ちるじゃんその銀行から、うん、だからその分も含めてだから使った分と合わせて、うん、20万使える2ヶ月で20万とかでだからあ、そういうことなんですかだからすぐ聞かんじゃんだ20万も使ってないと思う1ヶ月だからか、うん、1ヶ月20万使ってねえよ絶対そっか、うん、だから余計ですよねだから余計それってどうしてんすか電話したら5年前くらいに食らってんの1回ダメですでネットで申請してもさ申し込みませんっていけるんかなむちゃくちゃイライラしてんだよねどっちも無理だからもうめんどくさいからもっとそんなのでも解約して、うん、それもめんどくさいでなんかもっとそのいいクレジットカードってなんかわかんないですけどあるじゃないですかクレジットカードここがいいみたいな、うん、いろ種類あってそれこそ別にわかんないですけどそのブラックとかゴールドブラックが一番やばいですかブラックがゴールドがいいとかゴールドカードってどうやってもらえるのそうそうゴールドカード欲しいわもうなんか多分年間違うえ年会費とかも変わるんじゃないゴールドカードあ年会がでも何がいいんですか教えてほしいですどれがでも誰でもゴールドカードとかブラックカード作れるわけじゃないですかブラックカードしかも送られてくるやつでしょ向こうから勝手にブラックカードもドヤバいやつですよね、うん、あれでも一生送られてこないんだって上限20万そうだから今のカードもう どうしたらいいの上限上げれればそれでいいんだけど逆にやめてもうなんか違うところのゴールド的なじゃないけどいけるならねああ一撃 で年会費払うそのちょっと払うカードくらいの方がいいのかとか、うん、今の俺らのレベル的に、うん、そのマジで知りたいんだよねもうイライラしてうーんカードってどうしてんのみんな何枚持ってどれほどのカードその先輩方とかさえ3枚も持ってないっすよね俺1枚しかない、うん、俺は2枚俺も2枚でも1個は銀行のクレジットですようーん、うん、それがすっごいそんな分かんないんだよなだってなカードでだって結局マックスだから月10-20万くらいなわけよ2枚合わせてももう1個の条件もそんくらいだから、うん、それしんどいじゃんもう絶対いろいろあれ全部その移動交通費とかもそれでさタクシーとかね俺そうあとで交通費とか払ってたらとてもじゃないけど結構いっちゃうじゃん、うん、それどううまく変えたらいいんだろう本当に教えてください誰かカードを詳しい方マジで何やねんそれやっぱ大人になってってんなって思うわHa ha 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 ha!
How are you doing after that? 僕といえば変わってないといえば嘘になるけど言えない Because we know we can go back We know we can go back The door that is open in my chest Won't cross, never crossどれくらい待てば何かが変わるのか心が動くのか I don't know what kind of face to look at you また目を背けてしまいそう Always thinking this and next time I see you I hope the past will not be last call The past will not be last call I hope the past will not be last call The past will not be last call ニューヨークのニューラジオはい、ということで、エンディングでございます。はい、全てのメールの宛先は nynr@outlook.jp nynr@outlook.jp でございます。休憩で流す1分半ぐらいの動画もお待ちしております。1分半90秒ぐらいがありがたいですかね、はい、2分になるとちょっと長いんでね。ああ、そうなんですね。90秒ぐらいのやつ、まあまあまあ、お願いします、はい、ということでございまして、激レアさんにですよさんが出るんですよ。はいはいはい出るんですよ。いつ放送なんですかそれが。明日月曜日。うん、本当に俺らの YouTube の30分トークですよさんのねから地上波にこんなに綺麗に繋がったのはなかなかないですけど、うん、まあまあね、うん、僕らもなんかこうなんつうんですかリモートでちょっと出させていただいてるみたいな、まあ、コメントで、はい、嬉しいね。なんかまあそれですよさんがねなんかそのね、この間会った時に行ってきたんですよって言ってくれてそれ嬉しい。ヒロシ枠若林さんも面白かったですよって言ってたんですよ。確かにそれはね、うん、確かに。逆に今までマジでなんであの話どこでもしてなかったんやってすごい本当にね、うん、なんかそんなのなったらええよな、うん、竹馬の話とかさ。まあでもそれもジンギスダンでな、うんうん、そいつどいつもそうよね、うん、高俊さんの番組であとはもう元パラパラ大久保の話あとそこだね。あとラタタッタ渡辺ポットの細かいヤバい話とかあ、そうやラタタッタ30分トーク呼びたいっすわ。ああいいね。さ竹山がいればおもろかったっつってラタタッタ仕上がりきってるっつって。あラタタッタ面白いよな。ラタタッタがなんか今熱いらしいよ今熱いラツだった。うん、いつもしてんだよな。神保町の面々とも絡んでいきたいけど、もしかしたら今ちょっとずつ嫌われてきてるかも。神保町のメンツに荒らしてる感じかも。そうなんかな。鬱陶しい OB みたいになってんのかな。それは良くないね。それは良くない。本当に嫌。もうやめよう。うん。うん、もうやめよう。それが一番嫌だ。うん、うん、まあ一旦今度の収録で完結しますんで、うん、あとは普通にだから30分トーク、うん、でも普通に聞いてたらああいう話だって30分別にあんなん聞くために行ったわけじゃないもんな急に席を切ったようにはなんとかがさ止まらんくなってもうたんやろな。でもよくないんだよねそれこそ。そしたらこの間無限大で、うん、ブラゴーリの大ちゃんがちょっと、うん
でもそれあれはちょっとアトムに対しては僕は思うところもありますけどもうやめよう、だからやめよう、そんなんはいいまあということでございまして、ぜひ皆さん激レアさんもご覧ください、はい、ということで、また来週お会いしましょう。ここまではニューヨークの屋敷裕政と嶋佐和也でした。さようなら。